皆さんこんにちは。どうもりんちゃんです。今日はですね、フルコースではないんですけど、コース料理をですね、簡単に作っていこうかなと思って、今まあ夜中なんですけど、下準備の方をしていきたいなと思っています。フルコースじゃないので途中途中いろいろ抜けるんですけど、まあ、オードブルをかぼちゃの皮使って、まあ、きんぴらみたいなものを作っていこうかなと。スープは見ての通りかぼちゃのスープで、魚料理とかポワソンっていう部類は、本当だったらムニエルとか作ろうかなと思ったんですけど、2人で食べるんであんまり量作ってもっていうところでやめときます。で、口直しとかに出てくるソルベとかもちょっとなしで、まあ肉料理ウィアンドは、見ての通りローストビーフを作ろうかなと。で、デザートはまあそこら辺にあるおやつでも食べて、で最後コーヒーはいつも通り引いて飲みたいと思います。そしてまあコース料理とは全然違うんですけど、お昼にボンゴレビアンゴの方を食べたいなと思ったので、アサリの下処理をしておこうという流れで、取っていこうかなと思います。まずね、水でこすり洗いして、で塩分 3% の塩水で砂抜きの方をやっていこうかなと。 3% を測るのもまあめんどくさいんで、まあ、500cc でペットボトルのキャップ2杯分ぐらいを水に溶かして砂抜きをしていきます。じゃあまず水洗いします。で、塩をキャップ2杯分ぐらいですかね、プラスしときます。そしたら次はかぼちゃの方準備していきます。かぼちゃは硬いので手切らないように気をつけてください。そしたら次玉ねぎの方を切ります。まあ玉ねぎもかぼちゃもザルでこそうかなと思うので、とりあえず火が通るような形でやっていこうかなと思います。バターを入れます。で、ここに玉ねぎを入れていきますね。そしたら玉ねぎの匂いがだいぶしてきたので、ここに、かぼちゃを投入します。ここに、水を、400g、コンソメを小さじ2杯ぐらいかな、砂糖は小さじ1杯半ぐらい、醤油を少し、これで柔らかくなるまで煮込んでいきます。じゃあこの煮込んでる間に皮をきんぴらごぼうみたいな感じでなんか作ろうかなと思うので、皮切ります。じゃあ場所チェンジします。だいぶ透き通ってきたので、ここに砂糖を
加えます。仕上げに醤油をちょっと垂らして完成です。もう少し煮込んだらこしていこうかなと思います。茹でたやつを入れていきますね。一通りこし終わりました。じゃあね、あとここに牛乳ちょっとコク増すために生クリームでやってみようかなと思ってるので、生クリームと牛乳加えて仕上げたら、このザルでこしたスープに生クリーム1パック、まあ 200cc ですかね、入れて、牛乳も少しだけ入れてきます。今の感じだと50から100ぐらいですかね。そしたらあとは、沸騰しすぎないように弱火で、炒めます。続きは次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。